プリズマックスの福本幸が12月29日に東京チームスマイル豊洲ピットで行われるワンマンライブ、プリズマックスライブレベル9サーカスウィンターエディションをもってグループを脱退する。プリズマックスのオフィシャルサイトでは、福本からの脱退の意向を受けて長い間話し合いを重ねてきたものの、本人の意思は強く、今回の発表に至ったことを報告。福本は2019年末で事務所も退所し、芸能界を引退する。福本はコメントを発表し、脱退を決めた理由について来年で30歳を迎えるということもあり、第二の人生を歩みたいと強く思い、以前からメンバーやスタッフに何度も話をしてきましたと説明。12、29が最後のデートになります。メンバーは何年経ってもどこにいて、もうずっと仲間だよと言ってくれました。メンバーもハニーたちも大好きだし、これからもその気持ちは変わりません。最後まで全力で頑張りますのでよろしくお願いしますと彼らしい言葉で、ハニーたち、プリズマックスファン、自身のファンに対する福本の呼び名にメッセージを送っている。皆さん、こんにちは、福本幸です。この、自分が約15年間活動してきた芸能界、5年内で引退することを決意しました。来年で30歳を迎えるということもあり、第二の人生を歩みたいと強く思い、以前からメンバーやスタッフに何度も話をしてきました。29/12が最後のデートになります。メンバーは何年経ってもどこにいても、ずっと仲間だよと言ってくれました。メンバーもハニーたちも大好きだし、これからもその気持ちは変わりません。最後まで全力で頑張りますので、よろしくお願いします。改めて今まで支えてくれたすべての方、踊り時、本当にありがとうございました。